いつも Amazon 出品サービスをご利用くださりありがとうございます。商品情報を適切に登録することで商品が検索や絞り込みにヒットしやすくなります。ブランド名を正しく設定し、購入者が探している商品を見つけやすくしましょう。この講座ではブランド名の重要性、表記ルールとポイント、設定方法をご説明します。まずはブランド名の重要性です。 Amazon に出品する商品にはブランド名を設定することができます。ブランド名は商品情報の一つとして商品詳細ページに表示されます。また商品詳細ページ以外にも検索結果一覧に表示されたり、検索結果の絞り込み、リファインメント項目として使用されたりします。購入者が商品を探す際、カテゴリーやキーワードで検索をした後に、さらに細かい条件で検索結果を絞り込むことができます。この機能を絞り込み、リファインメントと呼びます。ブランド名はリファインメントの項目の一つとして使われており、購入者が探している商品を見つけやすくするために正しく設定することが重要です。例えば購入者の検索行動を例にすると、ダウンジャケットが欲しい購入者はまずサイトに訪れ、検索ボックスにダウンジャケットというキーワードを打ち込んだり、カテゴリーを下っていったりして欲しい商品を見つけようとします。さらに自分の好みに合ったブランド名や色、サイズなどのリファインメントで該当する商品を絞り込んでいきます。そしてその中から自分の欲しい商品の条件に合う商品を購入します。続いてブランド名の表記ルールとポイントを確認しましょう。ブランド名にはメーカーやブランドが使用している正式名称を登録してください。それぞれのカテゴリーによってブランド名表記を含む商品情報の登録ルールが定められていますので、ヘルプページより詳細をご確認ください。セラーセントラルのヘルプページ在庫ファイルテンプレートから各カテゴリーの商品登録規約をダウンロードしてご確認いただくことができます。カテゴリーの具体的な例として、服&ファッション小物ストアのブランド表記をご紹介します。服&ファッション小物ストアに商品を出品する場合には、前半にアルファベット表記のブランド名を入力し、後半に括弧をつけてカタカナ表記を入力します。アルファベット表記の英字と数字は半角を用います。カタカナ表記には全角を用います。カタカナを囲う括弧は半角です。また正式ブランド名に英語表記がない場合は、そのまま漢字やひらがなの表記を入力してください。おもちゃ&ホビーストアに出品をする場合は、海外ブランドなどの英語のブランド名もカタカナで表記することを推奨しています。アルファベット表記を記載する場合には、カタカナ表記の後に半角スペースを空けて、半角括弧で囲ったアルファベット表記を入力してください。ブランド名の表記を決めるポイントは、ブランド名を設定する前に、メーカーやブランドが使用している正式名称を確認するとともに、実際に Amazon のサイト上でどのような表記が使われているかを確認することです。キーワード検索でブランド名を検索し、より多くの商品が登録されているブランド名を見つけて設定しましょう。それでは最後に具体的なブランド名の設定方法をご紹介します。まずはじめに商品を新たに出品する場合のブランド名の設定方法をご説明します。まずセラーセントラルにログイン後、在庫のタブから商品登録を選択します。出品する商品が
Amazon に登録されていない場合は、商品を新規に登録するをクリックします。次に新たに出品する商品の製品カテゴリを選択してください。製品カテゴリを選択すると、商品情報を登録するページが開きますので、重要情報のタブからブランド名を含む必須項目を入力し、保存をして終了します。続いて、すでに出品している商品のブランド名を変更する場合は、セラーセントラルにログイン後、在庫管理から変更したい商品の詳細の編集を選択します。重要情報のタブからブランド名を変更し、保存をして終了します。以上でブランド名についての説明は終了です。ご理解いただけましたでしょうか。ブランド名を効果的に設定し、閲覧数アップにつなげましょう。